おはようございます。稲賀のおっさんです。今回は50代60代副業初心者の方へ、 95% 以上の方が副業を辞める理由についてお話したいと思います。よろしくお願いします。前回の50代60代の副業初心者の方向けにアップした動画のところでお話したのは、継続力についてお話しさせていただきました。今回は、その続編というところになるんですけど、副業初心者の方が、95% 以上の方が辞める理由っていうところが、何か気になる方がおられるとは思うんですけど、一番の理由はですね、一般の、リアルビジネス と、ネットビジネスではですね、成功する体験っていうのが、かなり違ってくる部分になります。どういうことかと言いますと、一般の、リアルビジネスの場合でありましたら、例えばあなたが、新卒社会人に入りました。で最初は、なかなか仕事を覚えることが精一杯で、成果が出なかったとしましても、繰り返し、同じ、作業を繰り返していけば、3ヶ月後、半年後には、他の先輩社員と同じような、ある程度の仕事は、できるんじゃないかなというふうに思っております。ただですね、ネットビジネスに関しましては、その成功する時間っていうのが、リアルビジネスと違って、全く保証されてない部分がございます。特に、副業初心者の方の最初はですね、1週間まずは、継続できない部分があって、でその次に、来るハードルっていうのが、1ヶ月という形になります。まあ、私の場合はですね、去年の10月から、AI のを使った、画像を使った形の、副業をですね、インスタグラムをアップしている状況であるんですけど、まあ、最初の1週間はかなりきつかった状況ではあるんですけど、全然、フォロワーも増えずに、あとはアップしたのがなかなか、再生されないとかっていうのも見られないっていうのもあったんですけど、今は毎日、コメントが入ったり、新しいフォロワーが増えたり、いいねがついたりという形がついてる状況ではあるんですけど、まあ、私の場合はどんな副業をやっても大体1週間続けばもうそこからはある程度、継続が続く状況であるんですけど、で皆さんも、継続が続いた後に一番気になるってところで言いますと、やはり、ネットビジネスので、収入はどうなるのかっていう部分になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私は前回の動画でもお話しましたように、 YouTube で、収益化が剥奪されても、1年間無収入で2つのアカウントを継続して運営しました。で、まあ、結果的にはその2つのアカウントも収入にはならなかったんですけど、まあ、それでもそこで得た体験もありますし、まあ、失敗談もありますし、それがやっぱり次の経験、次の収入に向けての作業になるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ある意味筋トレと同じような感じで、筋トレを継続すると、まあ、それが、最初は全然つかなかった筋肉が徐々に徐々に、50キロのバーベルが上がらなかった人が70キロ、80キロという形で、バーベルを上げることができるんじゃないかなと思っています。で副業の場合はですね、一般のリアルビジネスとやって違ってですね、作業をやったから必ず成功するという保証はどこにもないという部分になります。この画像を見ていただいて分かると思うんですけど、一般の方、副業初心者の方が、まあ、私も同じ失敗をしたんですけど、思い描くイメージっていうところで言いますと、この青いグラフのようにですね、作業すればリアルビジネスのようにちょっとずつ経験から、成功をするんじゃないかなというふうにイメージされる方が多いと思います。実際、まあ、私もすみません、まあ、ブログとか、それがいろんな副業をやってみて、
YouTube もそうなんですけど、分かったところで言いますと、結果が出始めるのはですね、最初は本当にこういう形のテイク飛行というところになるんですけど、そこからいきなりグーンって形でこの赤い曲線、これが本当の意味でのネットビジネスという形になります。で、大体副業初心者の方はこのグーンって上がるところを体験せずにやめてしまうので、まあ、ブログは稼げないとか、YouTube はオワコンだとかっていう形で、やめられる方も多いと思います。まあ、去年も一昨年も YouTube はオワコンだって形で言われている状況ではあるんですけど、私は、YouTube を再開してですね、まあ、わずか、半年ほどで、まあ、収益化という形で、スライド動画のジャンルではできることができました。まあ、そのアカウントに関しましても、最初はこの赤い曲線と同じように全然視聴回数伸びない、あとはチャンネル登録も伸びないっていうような状況だったんですけど、まあ、私のアカウントの方もですね、一回伸びで始めますと2ヶ月目からは、1週間で、早い時で1週間で、チャンネル登録が100人増えたり、で遅くても2週間で、チャンネル登録が100人増えたりっていうような形でいう状況にやっぱりなって、で気がつけばもう5ヶ月でもうチャンネル登録は1000人超えたっていうような状況でございます。ですので一般の、ビジネスと違ってですね、ネットビジネスに関しましては時間と努力が、正比例するというわけでは全くないという状況であります。まあ、それはまあリアルビジネスも例えば商売されている方だと分かると思うんですけど、いくら、美味しい料理を作ったからといって、まあ、お客さんが、必ずあなたのお店に食べに来てくれるのかっていう保証は全くない状況であるとは思うんですけど、それでも繁盛店っていうところに関しましてはあるきっかけでいきなりグーンという形で、繁盛店になるんじゃないかなというふうに思っています。例えば、ある方が SNS でここの料理おいしいって一言言っただけでそこからいきなりお客さんが増えたりとかっていうこともあるんじゃないかなというふうに思っています。だからネットビジネスに関しましては、まあ大体この赤い曲線をイメージしていただいて、作業をするのが賢明じゃないかなというふうに思っています。まあ、極論を言いますとネットビジネスに、まあ、失敗はないと思っています。まあ、要するに、まあ、継続をしていけば、まあ、いつかは結果が出るっていうのが、まあ、ネットビジネスっていう形になります。まあ、それが人やセンス、タイミング、努力とかによってそれが早い遅いっていうのはそれ個々の方の状況次第で変わる部分がありますんで、まあ、一概には言えないという部分ではあるとは思うんですけど、まあ、ネットビジネスに関しましてはまずは続ける、でそこからはこの赤い曲線になる状況をまず作っていただくという形になります。一回このちょっといきなりグンという形の経験をすれば、そこからは群がぐんぐんって形になって、でその次はぐんぐんぐんという形に、なるってことが、経験で、分かってくると思います。ですのでまずは、あなたがどんな副業をされるかわからないんですけどまずはそのぐんと伸びるっていう感覚をまずは手に入れてください。あ、そうすればあこういうことだったんだっていうことがおそらく、自分の体験という形のところで、分かると思いますので、そうなりましたらあなたの成功が一歩近づいたというような状況になります。まあ、それぞ知らずに、まあ、1ヶ月ぐらいで辞める方が大体、95% という形で言われています。ですのであなたが残りの 5% になるにはまずは継続していただいて、このグンっていうタイミングをどこで掴むのか、それが、1週間なのか1ヶ月なのか3ヶ月なのか半年なのか、それは全然誰もわからないとは思うんですけど、そこにはもう諦めない、続ける勇気っていう形のところで、するのが一番いいんじゃないかなというふうに思っております。